この作品は少し前に作った作品なんですけれども、祖母と祖父の家が壊されるとなって、初めてちょっと記録として残しておきたいなと思って、あるものをとりあえず思い出して列挙してみたっていう作品なんですね。で、右側が、祖母がよく座っていたソファーの部屋、左側が、祖父の部屋で、まあ二本間と洋間っていう形で、その日本の典型的な今の生活っていうのも表していると思って作っているの で、まあ、私が思い出しているものっていうのも、その少しずつなくなっていくものが登場したりするんですね。例えば、まあ、祖母がよく着ていた着物とかなんですけれども、それも、まあ、消えていくものなんですよね。で、私がその今、まあ、仮にの状態っていうのが私の作品の中でよく出てくる言葉なんですが、仮に一瞬だったんですよね。その祖母が着ていた着物っていうのが、まあ、祖母はその後着なくなるんですよね。やっぱりそれが今も着るものかっていうと、そういう時期ではもうない。だから絹っていうものの存在自体がそういう意味を持っていて、私はこの作品は絹糸で縫ってるんですが、それはまあ前にもちょっと説明した通り、天智国集長というのが1300年ぐらいは持っているから、1300年後ぐらいまで持つイメージを縫いたいと、縫って残したい、一瞬みんなで共有できたものがもう数年経てば共有できなくなるんじゃないかっていう恐怖と一緒に作ってるものなんですね。それがもう隣に住んでいる人間の家ですら、住めるのにやっぱり壊さなきゃいけなくなる瞬間っていうのがすぐ来るっていうのが、やっぱり家っていうものの、そのなんて言うんでしょうね、永遠ではないっていうこと、それについてすごくベルリンからまあ考えさせられたきっかけになった作品なんですよね。一番最初にやった、まあ、メイアイエンターの前にドイツ人の母を演じるっていうのをベルリンでやったのが最初なんですけれども、その時はまあ、ドイツの母っていうある固定のモデルはいなかった時にパンケーキを焼くというのをやって、その後にメイアイエンターっていうのに発展した時に、ある特定の個人をモデルにして、特定の個人から出る文化みたいなものを私の中に取り入れて、それを再現するというパフォーマンスをしていたんですね。それがこの20年ぐらいやっていたもので、まあ今回のものに関しては初めて他の方にやっていただくという形にしたんですけれども、本来私がやってきたその2000年からの修復のシリーズという、壊れたものを修復するというシリーズでは、故意に壊されたものっていうのは今まで修復したのは1点だけなんですね。それはベネズエラ人の友人が義理のお母さんに、結婚式の日に、何があなたの持っている中で一番大事な器なのと聞かれて、このおばあちゃんのピッチャーですって出したものをそのまま割られたっていうのが、どうしようもないから毛なんとかしてって言って渡されたのが初めてのその故意に割られたものを持ち込まれたっていうところだったんですけれども、今回はさらに進んで自ら壊してもらうという作業だったんですけれども、その故意に壊す、意図的に壊すというのが、やっぱりその今毎日いろんなメディアを見ている中で、すごく見ていると慣れてくるような感覚があったりして、それが怖いんですよね。で、あまりに自分から離れていることっていうのは、そんなに自分のこととしては
考えなくなるという恐ろしさがあって、それはただ単に視覚で体験しているだけだから、情報として操作してしまうと頭の中が、それはもうその二次元でネットフリックスを見ているような気分で同じようにニュースを見てしまう瞬間があり得るんですね。でそうした時にそれとは別にその日常に何か手が滑って落としてしまうようなことって、遠くで起こっている火事よりやっぱりものすごくリアリティがあるというか、私はその個人的に何かその自分が何かしてしまったこと、家の中で起こるようなことっていうのが大きなものを表していると思ってるんですね。それで今回はまあ、私が全然存じ上げない方たち5人に集まっていただいて、それぞれ役柄を与えて、この役柄っていうのは私がまあ聞いたことのある話だったり状況だったりっていうのをもう少し普遍化させて、この人であるっていう特定はできないような状況を作って演じてもらうっていうメディアイエンターを作ったんですけれども、割るっていうことをお願いしてそれを実行してもらうっていう時に、彼らがものすごいいろいろ考えたと思うんですね。それが私と共有できて、なおかつ、まあ、ここで見せることによって皆さんともそのものすごく個人的な経験や何やらが結びついて、頭の中で喚起されて、ああ落ちたのに割れなかったよかったっていうのが思い出せたりとか、そういうことにつながったらいいなと思うんですよね。一瞬手をつなげる場所というか、誰かまあ決まった人がそこにいるであろうと仮定される場所だと思うんですね。ホテルとは違うし駅とも違う。だからベルリンは本当に私にとっては駅だったんですね。15年いたにもかかわらずずっと駅だったんです。でそれがまあ心地よいなと思う反面、なぜずっとその仮にの状態なんだろうなっていうのはすごくずっと思っていて、まあ、だからこそこういう祖母祖父の絵を思い出すとかいう本当に距離を取ったものが見れた時間だったんですけれども、日本に帰国して、まあ、これ今でもう8年目になるんですが、なんかそのベルリンはやっぱり飛び越してその実家とかを見た時に時間は戻るんですね。それはその止まっていたものが結ばれるような、ただその実家も壊されちゃうんですけど、でその実家壊れて今群馬で一緒に父母と住んでいて、父はちょっと外に出ているんですが、まあ、同居という形になった時に、家っていうのはやっぱりその中心軸は人なんだなっていうのは思います。ちっちゃい頃から父が転勤が多かったので、ずっとそこに定住するということもあまりない生活だったので、多分こういう感覚になったんだと思うんですが、場所にその愛着を持つというよりはむしろ誰が何をしているか、母がいてその味を何回も作るとか、例えばおばあちゃんからもらった器がまだそこにあるとか、いやもう割れちゃってないけど私の作品になっているとか、その中心軸になる人がつなげていけるっていうものが家なのかなと。日本でこの作品を見せるっていうのがまあ面白いんですね。なんというかずっと海外の人に向けてという形で、どうやったらその日本の時間をドイツ人に分からせられるかとか、そういうずっと
日本の人に対してっていうものの見方をあまりしていなかったので、ホームって言われた時はリアリティがあるんですけれども、家というのがなんとなく翻訳して伝わるような、そこでだから私の作品を見た時に、その他の国の人が作っているというふうに見られないのかなというのはちょっと興味があって、ちゃんと自分が重なれているのかなと、今ここにいる来てくださる方たちに、それは興味があるし、また、一緒に生きていきたいというか、見に来てくださった方たちのその記憶に残って次につながったらいいなと思っています。